新しい生き方セミリタイヤ 2.0。 こんにちは、アラサー夫婦です。今回はパクチー大原さんの著書、年収100万円で楽しく生きていく20代でセミリタイヤ、こちらの書籍を紹介していきます。パクチー大原さん、もう皆さんご存知ですよね。現在は登録者9万人を超える人気 YouTuber で、島根の山奥で金なしセミリタイヤ生活を Vlog で発信されています。月の生活費はなんと7、8万円、年間100万円で暮らせちゃいます。加えて最近はよく海外を飛び回っており、グルメ情報も発信されています。めちゃくちゃ楽しそうに自由に暮らしています。最初にお伝えしておくと、書籍にある年収100万円というのはおそらく生活費のことで、パクチー大原さんの収入は書籍でも紹介されていますが、もっとあります。その点語弊のないよう最初にお伝えしておきますね。パクチー大原さんは個人的にめちゃくちゃ大ファンで、 Vlog はもちろんなんですけど、ツイートやノートなどでも時々発信されているこのマインド面がめちゃくちゃ面白くて、毎回新しい気づきを与えてくれます。 YouTube のサムネにもあるように、26歳、金なしセミリタイヤ、これを見てこう思う方もいるかもしれません。ただ勢いで会社員辞めただけだろうとか、そんな節約ばかりで人生楽しいの、お金ないのに将来どうするの、サムネだけ見ると確かにこう思うかもしれません。ただああ見えてですね、実はめちゃくちゃ戦略的にリスクヘッジしているんです。田舎暮らししながら海外飛び回っているぶっ飛んでる人に見えますが、実は早稲田大学を卒業していて、不動産会社で働いていた経歴もあるんです。今の Vlog からは想像もつかないですよね。セミリタイヤっていう言葉を使うと、中には金融資産がないのにセミリタイヤってこれ言わないだろうっていう声も遠くから聞こえてきます。そこでパクチーさんは、一般的なセミリタイヤとは異なる新しいセミリタイヤ 2.0 を定義しています。これまでの一般的なセミリタイヤは、数千万円のお金を株式や不動産投資に回して自動収入を得られる状態にすることで、仕事を辞め自分のやりたいことをやる生活、これでした。ただこれだと何年我慢して金を貯め続けなあかんねん、こう思ったそうです。そこでパクチーさんはセミリタイヤ 2.0 として、自分に合った手段を選択し、自分の目的、幸福の最大化を達成する生き方、こういうふうに定義し直したんです。自分に合った手段とすることで、金融資産でなければいけないという縛りがなくなります。一般的なセミリタイヤの定義は、自動的に得られる収入が株式や不動産収入しかなかった時に作られたものです。今では働き方も多様化しており、自分の時間を確保しつつ収入を得る方法が他にも出てきました。これなら老後を待たずに20代でも自由に暮らせる、意外と簡単に実現できると考えたんです。今回はそんなパクチーさんが実践しているセミリタイヤ 2.0 の重要な考え方を4つ紹介します。このマインドがあれば、少なからず今より幸せに生きられるはずです。1つ目は、自分の幸福を定義するです。多くの方が週5日も働いていますが、何のために人生の大半を仕事に費やしていますか？将来のため、家族のため、すぐにいろいろ浮かびますよね。これ根本的に考えると、幸福になるためなんですよね。さすがに自分は幸せになりたくないっていう人はいないと思います。多くの人は必死に勉強していい大学に進学をして、有名な企業に就職し、お金をたくさん稼ぐこと、これが幸せの唯一の手段と考えられています。ただこれ実は幸福を感じるためのルートの一つでしかないんです。別に他の手段で幸せになってもいいわけですよね。もちろんこのルートで幸せを感じられる人はいいのですが、ただそうでない人も私たちのように一定数います。では幸福はどうすれば最大化できるのか、こう言うとなんだか宗教っぽく聞こえますが、大丈夫です、ご安心ください。真の幸福の数は、増やした幸福の数と減らした不幸の数、この相和なんですね。ついつい私たちは幸福を増やすことばかりに集中して、不幸を減らすことをおろそかにしがちです。確かにふとした時も、なんか最近いいことないなとか、ついつい幸福ばかり探してしまいますよね。
パクチーさんはお金という幸福の数を増やそうとして不動産会社に就職しましたが、それ以上に不幸の数が増えていたんですね。なので会社を退職した瞬間に不幸の数が一気に減って幸福度がアップしたと言われていました。無理に幸福を求めず、不幸の数を減らすだけでも幸福の相場は増えるんです。その上で幸福を最大化するためには、まずは自分が何に幸福を感じ、何に苦痛を感じるのか、これを明確にする必要があります。これを明確にするための3つの質問があります。1つ目、過去に自分が最も幸福に感じたことは何か。2つ目、自分が最も苦痛に感じることは何か。3つ目、幸福を感じるため、苦痛を減らすために捨ててもいいものは何か。この3つです。パクチーさんの場合はインドなどの海外旅行に行っている時に最も幸福を感じたそうです。最も苦痛に感じることは、自分のやりたくないことを他人にやらされている時、これが辛いみたいですね。捨ててもいいものは、他者からの評価、比較による優越感、これは必要ないと割り切ったそうです。こうやって自分の幸福について言語化していきます。特に他者との比較によって感じる幸福は諸刃の剣なんです。できれば絶対的な幸福、例えば毎日たくさん寝れて幸せとか、沖縄に住めて幸せとか、こういった幸せを追い求めていくことをお勧めされていました。この幸せを定義するというのは、簡単に言うと自分がどう生きていきたいか、これを考える過程と同じですね。これはセミリタイアするしないに関わらず大切なことです。ぜひ一度考えて言語化してみてください。2つ目は生き方から逆算して働き方を決める、これです。パクチーさんがこれに気づいたのは、メキシコ漁師の話がきっかけでした。メキシコの漁師は普段このような生活をしていました。漁に出て戻ってきたら子供と遊んで女房とシエスタして、夜になったら友達と一杯やってギターを弾いて歌を歌う一日、こんな生活をしていました。そこにある日、 MBA を取得した男がやってきます。アドバイスをしましょう。君は毎日長時間もっと漁をすべきだ。部下を雇って売り上げが出たらボートを買おう。そしたら自前の水産加工工場を建ててビジネスを大きくする。そしてニューヨークへ進出してオフィスビルから指揮を取る。老後資金もできるよ。これに対してメキシコ漁師は、どれぐらいかかるのと。20年、いやおそらく25年でそこまで行くね。それからどうなるの。そしたら引退して日が高くなるまで寝て、日中に釣りをしたり子供と遊んだり女房とシエスタして、夜になったら友達と一杯やってギターを弾いて歌を歌う。どうだい、素晴らしいだろう。この話のオチは、数十年かけて達成させようとしていた生き方は、すでに漁師が到達している生き方だったということです。この話の教訓は、何のために生きているのか、仕事をしているのか、明確にしておかないと無駄な遠回りをしてしまうということです。パクチーさんはこの話を知って、これなら60歳までに資産を作らなくてもやりたいことができると気づいたんです。例えば理想の生き方が、毎日サーフィンをしたい、朝はぐっすりと眠りたいだったら、働き方はフレックスタイムの仕事がいいとなりますよね。こういうふうに理想の生き方を決めてから働き方を考えるんです。パクチーさんの場合は、現状不動産会社の仕事が辛い、理想の生き方はとにかく今の仕事をしたくない、自分の強みを活かせる仕事をしたい、働き方としては自分が好きな筋トレの仕事をする、バイトをしながらフリーランスのトレーナーとして働き方の自由度も高めていく、こういうふうに決めていきました。そしてこのように理想の生活をスモールステップで叶えていくと、また新たに実現したい幸福や避けたい苦痛が出てくるんです。この内容、個人的に、ああそうだよなと読みながら首がもげるぐらいうなずいていました。パクチーさんは不動産の会社を退職した後、トレーナーとしての仕事も安定してきました。次の新しい理想の生き方として、場所や時間に縛られずに生活、仕事がしたいと思うようになったんです。そこで働き方をネットで収入を得られるようにシフトしていきます。オンラインのダイエット指導や筋トレ関連のライター業、 YouTube やノート、こうやってどんどん自分の理想の生活の質を高めていったんです。
ちなみに私たちアラサー夫婦の場合は、現状夫婦で正社員を辞めて沖縄移住生活を楽しんでいます。これだけでも幸福度はめちゃくちゃ上がっているんですが、ただやっぱりさらなる理想の生き方っていうのが出てきました。例えば1日の仕事時間を朝の3時間だけに減らしたいとか、 YouTube の再生回数に依存したくない、畑や釣りの時間をもっと増やしたい、こういう理想が出てきたんですね。なので今後の働き方としては、他の収入源を作るとか、外注をうまく利用する、こんな働き方ですね。こういうふうに考えて行動していくと、また新しい自分にも出会えて面白いですし、そして何よりもセミリタイヤ生活を目指す、もしくはセミリタイヤしている中でもより豊かになっていくんです。セミリタイヤやファイヤーの中では逃げ切るっていう言葉ありますよね。死ぬまで資産が尽きないように逃げ切るという意味です。ただパクチーさんのようにこう考えていくと、より豊かに前向きな意味にセミリタイヤを捉えられます。この考え方素敵ですよね。3つ目は、選択肢を増やすための副業。理想の生活がイメージできれば、次に必要な収入をどう得ていくか、手段ですね。その手段として選択肢を増やすための副業をしましょうと言っています。パクチーさんは書籍の中でも何度も何度も選択肢を増やすこと、これめちゃくちゃ重要視されています。というのも、会社員時代のパクチーさんはドロップアウトしたら終わりだと、人生終わってしまうと思っていたんです。これはお父さんからの期待や、早稲田大卒という学歴、順風満帆にレールの上を走ってきたことからも、ここから外れることに抵抗感があったようです。学歴は選択肢を広げるとも言われますが、反対に足かせになることもあるんです。これもめちゃくちゃわかります。私も大学を中退するときには同じように感じていましたし、周りの友人や高校の先生なんかからもめちゃくちゃ反対されました。自分だけでなく周りも含めて選択肢が一つしかなかったんです。ではどんな選択肢を増やしていくのか、主に4つです。仕事、収入、人間関係、住居、コミュニティなどですね。パクチーさんが海外に行っているのも、日本以外の住居、この選択肢を増やしたいからと言われていました。多くの選択肢があれば心理的な余裕もできる、目標達成のための最適な手段も選べます。この中でもまず重要になるのが仕事、収入ですね。生き方を決めたら、次に副業をして選択肢を増やしていきます。少ない資産でセミリタイアをしている方の多くの人がアルバイトで生活費を賄う状態です。これよくありますよね。ただ将来にわたって自由な生活を送ったり、海外に行ったりと、こういう自由の幅が広がりにくいんですね。確かにアルバイトだけだとなかなかそういう生活は難しいですよね。さらに副業ではなく複数の業にしていく、一つの仕事にとらわれない、依存しない方が、一つの収入が減っても他があるので、金銭的にも精神的にも安定します。私たちも YouTube という一本柱から、最近はインスタや植物販売、農業といろいろチャレンジしているところです。本書では副業選びのポイントとして6つ挙げられていました。自分の強みを見つける、ただで売る、お金をかけずに始める、手間をかけずに始める、自分で集客販売する、副業を複数の業にする。それぞれの詳しい解説は本書に預けますが、私も副業をいろいろしてきた身としても、とても大事なポイントだと思います。これから始める方はぜひ参考にしてみてください。よくフリーランスや自営業、副業は不安定と言われますが、本当の安定とは、収入源、スキル、職場、人間関係を複数に分散することです。ある意味サラリーマンは全てを会社一つに依存している状態です。金融資産の分散も大事ですが、これらの分散も同じぐらい大事だということです。最後4つ目は、お金以外の価値を稼ぐ、これです。お金以外の価値とはどんなものがあると思いますか？書籍ではスキル、経験、共感や好感、人脈、信頼が挙げられています。なぜこれらが価値があるかというと、これらを先に稼ぐことによって、後々お金を集められるようになるからです。
確かに他の人よりもめちゃくちゃサッカーが上手くてプロになったらお金を稼げますし、海外旅行の経験がめちゃくちゃ多かったらその話を YouTube で発信してマネタイズもできます。共感や人脈といった目に見えない価値も現代のようなインターネットが発達した社会では口コミやフォロワー数で可視化され、後々お金に変えることができます。従来の働き方ではお金を稼ぐことが不得意だった人でもお金以外の価値を稼げる場合があります。例えば給料の低い工場勤務で働いている人がいます。そこで必死に働いている様子を YouTube の Vlog で発信をして人気を集めている方もいます。この場合、共感やフォロワー、人脈を集めて収益化しています。加えて動画投稿をする中で動画の撮影や編集スキル、視聴者のニーズに合わせた動画を配信するマーケティングスキル、こういったスキルも身につきます。そしてスキルがあれば、今後もし今の動画のジャンルに需要がなくなったとしてもまた別のチャンネルを立ち上げることもできますし、スキルを生かしてコンサルなんかもできちゃいますよね。このようにお金以外の価値をまず先に稼ぐことによって収益化もできますし、その過程でスキルも身につき選択肢の幅も広がっていきます。お金以外の価値を貯めるメリットは2つです。1つ目は交換できる価値の量が多くなるです。一般的なアルバイトと YouTuber の時給の上限の差を考えると分かりやすいと思います。 YouTuber は最初はなかなか稼げないんですが、人気が出れば青天井です。トータルアルバイトの人よりも稼げる量が多くなります。2つ目は資産として残り何度でもお金に換えられるです。一度身につけた経験やスキルはなくならないです。ユダヤ人の名言でも知識は誰にも奪われないという言葉がありますね。デメリットとしてはお金に換えるまで時間がかかる、あとはお金に換えられる保証がないという点もデメリットとしてはあると思います。ただ個人的にはメリットの方が大きいと思います。セミリタイアした後も自分の興味のあるスキルや経験を積めば自分の価値は高まり続けます。こうすることで時代の変化にも対応しやすくなりますね。金融資産がなくともお金以外の価値を貯め、人的資本を高めながら自分の幸せを追求していく、このスタイルも面白いなと思います。皆さんはどう思いますか？よければ感想コメントでお待ちしています。最後におまけとして、セミリタイア界隈でよくある質問、結婚や子供はどうするの、不安はないのか、これについて最後ちらっと紹介します。まず結婚や子供について、パクチーさんは今の時点ではそういう気持ちはない、ただしたくなった時に対応できるだけの経済力は高めていく予定ですとのことですね。これは私たちも同意見ですね。仮に現時点で子供ができたとしても、足りないお金はこれまで得たスキルや経験などを活かしていってお金を稼いでいきます。例えば SNS の運用や理学療法士の仕事などですね。大原さんと違う点としては、資産運用も積極的にしている点です。将来子供が大きくなっている頃にはある程度の資産になっているだろうと算段がついているので安心感もありますね。不安はないのか、これに対しては全くないわけではない、ただ不安は人生を楽しむための要素、生きていく上で不安を抱える運命なら不安の内容を贅沢なものにしていきたいと言われています。この言い回し、なんだか知性を感じますよね。確かに不安があるからこそ何かにチャレンジし、うまくいった時に喜びを感じられますよね。少しずつ人生のステージ、自由度を上げていきながら、その不安の内容も贅沢にしていくと。ちなみに私たちも当然不安はあります。将来どうなるのか、先が長すぎて考えても考えきれないと、もう今では割り切っちゃってますね。その一方で、セミリタイアをせずあのまま関西で働き続けて、あっという間に10年、20年と経っていたらと思うと、それはそれで怖いです。不安は常にあってもいいですが、後悔がある人生にはしたくないですね。今回はパクチー大原さんの書籍を紹介してきました。このチャンネルのご視聴者さんの多くは、投資や資産形成をして豊かになろうとしている方だと思います。投資でお金を稼ぐことはできていると思うので、それに加えてお金以外の価値を稼ぐことにチャレンジしてみてください。
今回の動画で人的資本の重要性を少しでも感じ取ってもらえたはずです。この本を読んで私たちのセミリタイア生活はセミリタイア 1.5 ぐらいだと思いました。全くお金がないのも不安を感じますし、お金以外の価値を稼げるかどうかもわからない。だからチャレンジするためのある程度の金融資産も形成しながら、パクチーさんのようにスキルや経験を身につけて副業をしていく、両方の要素を取り入れる形です。これが個人的にはバランスが良くて居心地がいいですね。ぜひ皆さんも取り入れて実践してみてください。セミリタイア生活への近道になり、より豊かな生活になると思います。最後に皆さんに Amazon の超お得情報のお知らせです。今 Amazon のサービスがかなりお得になっています。 Kindle Unlimited は3ヶ月で199円読み放題、あの両学長や大人気の長期株式投資さんの本も読めます。さらに Amazon Audible、 聞く読書は2ヶ月完全無料、 Amazon Music はなんと4ヶ月も無料です。合計9261円もお得になります。特に Amazon Audible は10月12日までが期限になっていますので、お急ぎください。あまり大きい声では言えませんが、申し込みしてすぐ解約手続きしても無料期間終了まで使えます。ぜひ概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。沖縄移住セミリタイア後の生活を Vlog でも発信しているので、こちらも合わせてご覧ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。